ビオメリューは、微生物検査、遺伝子検査、免疫検査など、体外診断用の医薬品及び、医療機器の開発、販売を行う企業。フランスメトロポールドリヨンのマルレトワールに本拠を置き、世界160カ国以上で製品を販売する、ユーロネクストパリ上場企業。ビオメリューのルーツは、生科学者、細菌学者のルイパスツールの弟子であったマルセルメリューが、 1897年に設立したバイオロジー研究所に遡る。1963年に一族のアラン・メリューが BD メリの社名で法人設立し、1974年に現在の社名となった。1988年に最近の自動識別に強みを持つアメリカ合衆国のビテックシステムズを毎週2001年に HIV のスクリーニングやウイルス測定に強みを持つオルガノンティニカをアクゾノーベルから買収2004年に株式公開企業となった2014年に最近ウイルス分野において競合していたアメリカ合衆国のバイオファイヤーダイアグノスティックスインクを買収2018年にタンパク質関係の検査機器を開発する アメリカ合衆国のアスチュートメディカルインクを買収した。現在ビオメリューの売り上げは南北アメリカが過半数を占めておりヨーロッパが3分の1、日本を含むアジアは15%前後となっている。日本では1988年以来シスメックスとの合弁によるシスメックスビオメリュー株式会社を通じて事業を行ってきたが2017年に ビオメリューが株式のシスメックス保有分を買収、日本法人のビオメリュージャパン株式会社が11月に設立された。2018年6月、日水製薬と食品検査市場における自動蛍光免疫測定装置などビオメリュー製品の販売契約を締結した。ビオメリュージャパン株式会社は病院、検査センター、研究機関、保健所などを対象とする 臨床検査製品の販売に加えて、食品会社や化粧品会社などへの産業関連製品の販売を行っている。東京にオフィスを持つ。ありがとうございます。